え、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の45日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は45条の条文に入る前に、少しね、法令の検索の仕方、条文の確認の仕方、まあ、こんなことを少しお話をして、45条につなげていこうかなというふうに思っております。 例えばなんですけども、皆さんが、まあ、行政手続き法の条文確認したいなっていうふうに思った場合なんですけども、多分ね、あの、行政書士試験用に学習してる方なんかに関しては、条文集なんか手元に置かれてて、で、それでパラパラ確認してるっていう方多いと思いますし、あるいは、これご自宅じゃなくて、あの、電車の中とかで、ふとですね、ああ、行政手続き法の12条確認したいとかね、こういうことになった時に、どうするかって言ったら、おそらく、スマートフォンとかで、グーグルとか、 開いてね行政手続き法って入れるとそうすると出てきますよね法令検索してるんじゃないかななんていうふうに思いますで皆さんがまあ今学習している法律なんかは検索して一発目に出てくるものっていうのはこれはほとんど e ガブっていうサイトに置かれています e ガブっていうサイトに置かれています あの、法令のデータがですね、えー、入っているところっていうのも、データがどこに置かれているかっていうことに関しても、eGov 以外にもですね、法令のデータを持っているところっていうのがあったりして、そっちが引っかかる場合っていうのもあるんですよ、法令によってはね。えー、あるんですけれども、お,おそらく、行政書試験で出てくる法律なんかに関しては、Google で検索すると一発目で,で、えー、引っかかってくるのは、この eGov のサイトなんじゃないかなというふうに思います。 今までこのパブリックコメント手続きの話をしている時も何度か eGov というサイト名、これ見てくださいね、なんていうふうに話をしたかと思います。電子政府の総合窓口ということになりますけれども、 ここはですね、結構これから使うことになるんじゃないかなと思います。あの、業務やっててもですね。例えば法令検索するのも、このサイト上で検索したりする。まあ、Google で検索すると、そうやって法令がですね、各お々のおの引っかかりますから、それを見るっていうことになりますけれども、あれはデータどこに置かれてるかっていうと、e g ブに置かれていると。あとはね、えー、これもすごくありがたいのが、官報のデータとかね。 今まで漢方でね、漢方の販売所行かないと購入ができないなんていうね、えー、ものだったりとかしたんですけれども、漢方とか白書のデータとかに関しても、この e g a のサイト上で無料で見れるんです。えー、非常にこれはありがたいんですね。で、 そしてですね、行政手続き法の改正でパブリックコメント手続き第6章の意見公募手続きが付け加わった後に、このパブリックコメントの手続きなんかに関しても e g a ブのサイトでやりましょうっていう話になりまして、EGAV のサイト内に新しい項目としてパブリックコメントっていうのが付け加わったんです。 あとはね、最近なんかだと、いろいろオンライン申請のものって増えてきてますね。行政書士業務とかでも、オンラインで申請ができる業務、えー、役所の窓口に行かなくてもいいぞっていうものが増えてきているんですが、このオンライン申請の窓口なんかもですね、この e g ぶな、e、内に置かれているものがあったりとかするんです。まあ、まだまだ少ないっちゃ少ないんですけどね。えー、こういうものがあったりとかするので、一回ね、このサイトを見ていただきたいなというふうに思います。さあ、 今の話を通じて、ああ、なるほど、この egov っていうサイトは、これから行政書士実務をやったりとかするときに使うことになるし、 えー、実務家の人とかも法令検索するときにですねあ、こういうサイト上でですね、まあ、データで検索してるんだ、重たい六歩をですね持ち歩いて、それでパラパラめくってる人っていう人は、まあ、まずいませんでですね、えー、こうやってネットで検索しながら見てるんだ、まあ、もちろんですね、あの法解釈の部分であったりとか、判例をですね読み解かなければいけない、まあ、こういったものに関してはいろんな書籍を買って、それはあ学習するということになりますけれども、法律の条文を確認するということ であればこのデータで確認するので、まあ、十分ということになりますしアップデートもですね含めてこれが最新版が出てるわけですからそれが一番いいという確認方法だということになります今までですねこの意見公募手続きの規定を見てきたわけですけれどもその中でも 例えば、意見公募をするにあたって、政令や省令の案、関連資料、こういったものを公示しますよね。そして、意見を求めるわけです。で、意見を求めて提出意見があったら、その提出意見はこんなのがありましたよ。そしてこうやって考慮しましたよ。なんていう結果の公示なんかもしますよね。こうやって公示をしていくわけなんですけれども、この公示ってどこでやってたのっていうと、e g ガブっていうこのサイトでやってるわけですよ。e g ガブのサイトでやってるわけなんですよね。 あ、はあ、そうなんだ。漢方じゃないんだ。そうなんですよね。え漢方だと、やっぱりね、手間暇がかかる、コストがかかるっていうところもあって、基本的にこの EW のサイトを通じて、広くですね、国民の皆さんにスピーディーにお伝えができる、こういう方式を取ったんだ、ということになります。45条の条文はまさにそこが書いてあるので、えー、それを見ていくことにしましょう。45条、工事の方法ということで、第1項を見ていきます。 39条1項、並びに43条の1項、4項、5項。括弧書きはちょっと飛ばします。え昨日、順用の話なんかもさせていただきましたんで、括弧書きは飛ばしますよ。1項、4項、5項の規定による工事。この条文は何かと言いますと、39条の,条のところというのは、 えー、まず、命令等の案と、そして、えー、関連資料なんかを公示しますよということで、事前に案を公示しますよね。この案の公示の段階の話が39条1項でした、えー。そして、その後、結果ですね、提出意見があった時の結果の公示、これが43条なんですね。43条1項、4項、5項っていうのは、結果の公示の話ということで、えー、理解をしていただければ結構です。 案の工事も、そして結果の工事に関しても、えー、電子情報処理組織を使用する方法、えー、その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとするということで、えー、法律はですね、かたくなに横文字をですね使うことをこう嫌がるんですよね。 インターネットって言えばいいのにと。もうインターネットの方がどう考えても一般国民に通用するだろうというふうに思うわけですけれども、電子情報処理組織を使用する方法とかね、その他情報通信の技術を利用する方法により行うものとするということで、簡単に言います。インターネットによって工事をしますよというふうに書いてあるということになります。39条1項43条1項4項5項、こういった規定による工事というのは インターネットによって、えー、やりますよと。インターネットでね、工事しますよ。というふうに言ってるわけです。そして、第2項のところです。全項の工事に関して必要な事項は総務大臣が定めるとあ。こういうふうになっています。インターネットでですね、行うといっても、どういうやり方にするのかなんていうのは総務大臣決めていいですよと。おこういうふうになっています。 あの、総務大臣が決めるという、定めると、いう書き方になっていてえ、省令で定めるとはなっていないんですよね。 こうやって委任をする場合、法律委任する場合って、えー、総務省令で定めるとか、国土交通省令で定めるとか、そういうふうに書いたりとかすると、いわゆるですね、委任立法ということで、えー、各、えー、大臣がですね、省令で定めるなんていうことになるんですけど、これはね、別に省令じゃなくてもいいから、とにかく総務大臣が、まあどういう形でもいいから定めてくれというふうに、えー、書いてあるんだということになります。じゃ実際にこれを受けて総務大臣何したかと、 ということになりますけれども、えー、2006年のですね、2月3日の総務省告示78号、総務省で、えー、告示を出しています。お知らせですね。総務省の告示ではですね、なんて書いてあるかっていうと、この電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法による、より行う工事は、えー、電子政府の総合窓口のウェブサイト、eGov、これを利用する。 と示、工、え、事、ー、告示ですね。告示しました。要するに、えー、今回の45条の1項でインターネット使いますよというふうに言いましたけれども、じゃあ具体的にはどういうふうにすんのっていうことに関して、総務大臣は告示でもってですね、えー、これは E-Gov のサイトで行います。E-Gov のサイトにそういったあ、まあ、コンテンツ設けるので、そこでやりますよと。こういうふうに設けたということになります。 はい、えー、ここまでのところよろしかったでしょうかえー、残り2日間ということになりましたけれどもね、えー、まあ、明日、ちょっと最終日ということで、えー、46条をまた収録させていただこうかなというふうに思っております。じゃあ今日は、あここまでにさせていただきたいと思います。えー、お疲れ様でした